はい、皆さんこんにちは、 MG でございます。本日はですね、どうしてもやりたいことがあったので、今日はこの動画とですね、もう一本100万再生ありがとうございますという動画をですね、2本今日は合計で出したいと思います。ということで、早くお前ストーリー進めろっていう意見もあるかもしれないんですが、サンドボックスでですね、今日はやりたいことがあります。で、昨日はですね、何だったっけ、あ、全部出したんだ、そうそうそう、全部出して戦わせたんですよ。で、今日やりたいのがですね、皆さんテレビ番組のホコタテってご存知ですか？もともとあったんですけど、絶対何でも貫く槍 VS 何も通さないよっていう盾があるんですよね。それをですね、実際にやったらどうなるのかと思ったんで、今日はそれをやっていきたいと思います。で、このスピアーマンが槍になりますね。2、3、4、5、何体ぐらい出そっか。30体ぐらい出す？30体出して、こっちもシールド兵をですね、まあ30体ぐらい出して、ちょっとですね、コストなんですよね。これはあくまでゲームなので、このスピアーマンですね、1体40なんですよ。に対してシールド兵が1体60なので、約 1.5 倍価格差があるので、まあ、それだけですね、強さに差があってもおかしくないのかなと思います。じゃあ早速やっていきましょう。これどうしてもやりたかった、あと多分もう1個やるのが、めっちゃ大量の人間ボクサー VS チキンマンっていうね、これチキンマンめっちゃお気に入り。じゃあやっていこう。よし、リアルホコタテだ。うおー、やべえ、いいなこの絵、すげえ。ちょっとこっち目線、こっち目線。え、待って待って待って、え、待って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 、やばい、めっちゃ強い、シールド兵がめっちゃ強い。あ、やっぱ押されて終わるのか、槍では貫けないのか。なに、嘘だろ。え、こんなあっけなく負ける？相手10体以上残ってるぞ、槍どうした？ということで、じゃあ次はですね、これちょっとコストに差があるので、ここのですね、人数ではなくコストの数字で揃えていきたいと思います。よし、これでぴったりですね、1800対1800ですね。こっちが45体に対してシルド兵が30体になります。まあいい仕事してくれると思います。頑張れスピアーマン、せい。よし、じゃあ次はですね、縦目線でいきましょう。いやー、久しぶりに2本あげるな、1日動画。あ、刺さってる。あ、やっぱガードされんのか。あ、横取った。あ、槍横取ると強いな、やっぱり。あ、でもやっぱ正面で押し合うと、もう縦の足を、待て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 、どうした、ごちゃごちゃだぞ、ごちゃごちゃだぞ、大丈夫か。もしや、お前でラスト1体いけ、頑張れ、無双しろ、1人やったぞ、頑張れ頑張れ、槍、いけいけ、押されるな。そうだよね、そりゃそうだよね。1人とそりゃそうだよね。じゃあ次はですね、チキンマンでやらせてみましょう。チキンマンがですね、ものすごく強いんです。どれぐらい強いかっていうと、お尻からいっぱい鳥さんを産むんですよ。なんですけど、もう無双するんですよ、ひたすら。彼普通の人間に見えるんですけど、防御力もめちゃめちゃ高い。なので、じゃあこいつとですね、どうすっかな。じゃあボクサーをとりあえず置いてきますか、大量に。第1ラウンドはボクサー50体 VS チキンマン、よーしけー。これチキンマンです。もうパッと見ですね、変わんないんですよ。ほら、産むだけ、産むだけ、産むだけで、ほら、ベシ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 って。これがね、めっちゃ強いの、これめっちゃ強いの。一人で50体相手にできる？それは無理だよね。それは無理だよね、ごめんね。チキンマンに無理させた、今回ちょっとチキンマンに無理させすぎた。じゃあ一番弱いやつ10体ですね。ちょっとリアルなのを一回やってみましょう。で、これが終わった後にですね、先日実況したやつで最強だった組み合わせですね、絶対負けなかった組み合わせが、シールドプラススピアマンなんですよ。実際の戦争であった戦法を、表現したんですけど、それがですね、めちゃめちゃ強かったので、ちょっとそれで勝てんのっていう。チキンマン最強じゃないって、あ、チキンマンマンっていうですね、このまたクソふざけた名前の人がめちゃめちゃ強いです。これはもう進撃の巨人ですね。絶対勝てない。プレイ！あ、いいね。素手 VS 鶏。どんな、もう、すごいな。もうなんかわけわかんないね、人対鶏ってさ。で、鶏の方が強いっていうね。もう、触れさせない、チキンマン触れさせない。やばいな、チキンマン。じゃあこれ
ちょっとやばい、気になってきた。20体に、いや30体にしたらどうなるんだ。まさか30体でも勝たないようなチキンマン、チキンマン目線です。怖いな、1対30、なんか伝説の暴走族みたいな。1対30でも勝つぜ俺はみたいな。すごい強い。あーでも押された、押された、押された。ここでニワトリが暴れる。無理だよね。さすがに伝説の暴走族にはなれなかったということで、じゃあ次はですね、チキンマンを今回ですね2体置きたいと思います。ただコスト的には4000なんでだいぶ強いと思います。でですね、シールド兵を10体で、スピアマンですね、これを10体置いて、目の前のですねこのシールドのできれば真ん中ぐらいからですね、槍を出す形で前に進んでいけばですね、防御と攻めが一緒にできるってことで、まあ強いんじゃないかなと思ってですね、まあやったら強かったんですよね。よし、じゃあやっていこう。いけチキンマン、お前勝てるのか、2人で。やばいやばい、超かっこいい2人とも。なんかやばい、チキンマンに惚れそう。私、私とか言っちゃダメ、私と、私じゃない。おめっちゃ強い、めっちゃ強い。あ、でもシールド兵はやっぱ強いな。ある程度チキン受けても耐える。あ、横取らせると、あ、嘘、え、1人圧勝しちゃう、圧勝しちゃう。やばい、こいつがピンチだな。あ、でもチキンの、あ、チキンがすげえ。あ、え、嘘、1対20で勝った。嘘、やば。ええじゃあさ、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 チキンマン3体でさ、ちょっとシールド兵とかまた増やしてみますよ。これ多分ね最強だと思う。合計で45体ぐらいにしたいんで、これぐらいにしましょうか。これでですね45体 VS3 体ですね。なので1人頭15人を相手にする計算になります。うん、個人的に厳しい気がするな。なんか横取れたら強いんですよね。はい、スタート。やばい、かっこいい、めっちゃかっこいい、戦争って感じ、行けーって感じだけどさ、やっぱこっちのこの少数精鋭な感じやばくないですか。めっちゃかっこいいんですけど、いやもうチキン強っ。いや、こいつが強いんじゃなくて産んだチキンが強いっていうね。あ、強い、なんか追尾能力的なのもある。あ、一番右押されますねこれ。なんか鉄壁のガードって、あ、やられた、やられた。ってことはこっち2人が今から行くのか。え、やばいやばい、チキンが先行してる。もうこんなん勝てないじゃん、手届かなくない。やばっ。ということでですね、じゃあ次はチキンマン対全員でやってみますか。チキンマン、バーサス全員ですね。3体出ちゃったや、1体ずついきますか。ちょっとですね今回戦略的にこうですね、ちょっと左右に散らばらせてですね、あのうまい具合に正面を押しつつ、左右からも雑魚たちがですね押せるようにしてあげたいと思います。チキンマンが強すぎるんで、まあハンディを上げてもいいのかなと思いますけどね。よし、じゃあですねここら辺のもう450500500600650全員出そうで、3200で1体かわいそうなんで、チキンマン2体、ちなみにチキンマンマンは絶対出しません。もうこれほんとチートなんで。じゃあ全員 VS、チキンマン2人ということで、よーい、はい。これめっちゃ強いんですよ、こいつ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 、めっちゃ強いの、こいつ。下手かよって、あ、ワンパンじゃん。え、チキンマンワンパンでやられた。え、嘘嘘嘘、え、やられるやられる、え、やられて立つ、まだ立つ。やばい、やっぱチキンマン強いんだ、やっぱチキンマンは偉大だ。え、いや遠距離に勝てない系かチキンマン。やばいやばい、もう撮影時間だいぶ長くなっちゃってるんですけど、じゃあチキンマン3体だったら勝てんのかな。ちょっと消しちゃったんでもう一回出しますけど、ちょっとですねだいぶなんかチキンマンがやばい、お気に入りになってきちゃった。やばい、チキンマンがすごい好きになってきちゃった私 MG ですが、やっぱですね450500あたりをですねどんどん出していくとチキンマンが辛そうですよね、単純に。じゃあ650も出して3対17、よし行こう。いやー強い、この大砲が強い、当たるか大砲。うわー、めっちゃ槍刺さってるけど、え、また立ち上がる。あー、ちょ、仲間撃ってる仲間撃ってる。
いやでもチキンマンやばいぞ。このザコどもはですね、簡単にやっつけられるんですよね、チキンマン。あ、でもあと引かれる？ちょ、頑張って頑張って。結果、大砲が最強。はい、ということで皆様ご視聴ありがとうございました。本日はですね、もう一本動画が上がりますので、よろしければそちらもご覧ください。私がですね、実況を始めて100万再生かな、合計で行ったので、それを記念して撮影しました。ということで本日もご視聴ありがとうございました。もしこの動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録もお願いします。では以上 MG でした。バイバイ。